フラット・ピーコックはアメリカ合衆国フロリダ州マイアミ出身のプロ野球選手、宇藤右内。現在はフリーエージェント。ワシントン・ナショナルズ時代2006年の MLB ドラフト41巡目でワシントン・ナショナルズから指名されプロ入り。2011年にはベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいてマイナー全体で42位の評価を受けた。 同年のオールスターフューチャーズゲームにも選出された。9月6日、ロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビューを果たした。14日のニューヨークメッツ戦でメジャー初勝利を記録した。2011年12月23日にジオ・ゴンザレスとの1対4のトレードで、トミー・ミローン、デレク・ノリス、AJ ・コールラと共にオークランドアスレチックスへ移籍したが、 2012年はメジャーで登板はしなかった。2013年2月4日に、フェルナンド・ロドリンゲス、ジェド・ラウリーとの2対3のトレードで、クリス・カーター、マックス・スタッシュと共にヒューストン・アストロズへ移籍。アストロズでは18試合に登板して、うち14試合が先発としての登板だった。5勝を挙げたものの、防御率5.18に終わり、80イニング程度で15本の、 本類打を浴びるなど不本意な成績だった。2014年は、層の薄いアストロズで先発ローテーションに入り、28試合に登板。勝ち星こそ4勝に終わったが、防御率を4.72位に改善した。2015年は4月14日の1試合のみに先発し、5.0回を5安打3失点という内容で敗戦投手になった。 2016年は10試合に登板し、その半数にあたる5試合で先発として投げた。防御率は3.69ながらフィップは5.17であり、勝ち星も2年連続で上げられずじまいと、投球内容はあまり良くなかった。2017年は開幕当初リリーフとして起用され、シーズン初登板である4月5日のマーリンズ戦で3年ぶりの勝ち星を上げた。 5月半ばまでに12試合登板で16.1イニングを2失点と高騰し、5月22日のタイガース戦から先発として起用されることとなった。結果34試合に登板し、自身初の2桁勝利となる13勝を挙げ、防御率は3.00、脱三振率も11.0と高水準を記録と、飛躍のシーズンになった。2018年はゲリットコールの加入により、 先発ローテーションが満たされたことから年間を通じてリリーフに固定され61試合に登板。3勝5敗3セーブ、防御率3.46、脱三進率13.3という成績を上げ、リリーフ陣の一角として存在感を示した。2020年オフの10月28日に FA となった。ありがとうございます。